りました。ありがとうストレッチのコーナーでございます。このコーナーはですね、愛してる大好きありがとうの言葉を使いながらストレッチを行って心も体もマインドもほぐそうということでございます。脳みそさんもほぐそうという素敵なストレッチ、私スーパーパントマイム伝道師のシスターひろみが開発させていただきました。ぜひこれ毎日やってね、実感していただければと思います。よろしくお願いします。さあでは早速いきましょう。まあね、あっという間20分でね、あっという間に終わるストレッチでございます。流れをね、やり始めちゃうと本当にね4分ぐらいで終わります。ちょっと待ってはい、ありがとうストレッチ、愛してる大好きありがとうの言葉を使っていきましょう。この言葉でね、世界を救いたいと私思っております。言葉って言霊だから、言葉を使っているうちにこの現実が出来上がっていきます。なので愛してる大好きありがとうって言ってると、そう言われることが起こるし、そう言われるようになるし、素敵な現象がどしどし生まれてきますよ。さあでは始めていきましょう。はい、こちら忘れないようにここにね立てておきます。はいはいはい、はい、ではですね、まずは説明一つ一点ね、毎回一個ずつ説明させていただいておりますが、今日の説明はこちら、じゃじゃん。昨日ももの上をほぐすところできました。今度今日はですね、ももの外をほぐします。ももの外をほぐします。ももの外はですね、つま先お膝が天井側を向いていると見えない、ここ当たらないので、つま先お膝を内側にするとももの横側ですね、横側が出てきます。ここをぐいぐいほぐす。ほぐし方は ももの上と同じように手のひらで体重を乗っけてほぐしてもいいし、グーでぐいぐいほぐしてもいいし、あるいはご自分の肘でぐいぐいほぐしていただいてもいいです。で、ももの横ってね、本当に固まると腰痛とかになっちゃうんですよ。シスターもね、一度ね、もう本当に大変な腰痛を味わったことあります。そしたらもうももの横さんがねパンパンだったんですよ。でそこをほぐすために、ここはねツイートで行います。グイ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 ってやっていきますので、ここのところちょっと覚えておいてください。両手といたしましては、つま先とお膝を内側に入れるからもも横が出てきます。そのもも横に体重をかけてほぐす、これ重要。はい、つま先お膝が天井向いちゃうと、それもも前でございます。前、もも横をほぐしないね、もも横グイグイ。では後で出てきますのでちょっと覚えておいてください。いいですね。はい、さあでは早速始めていきましょう。皆様お揃いになっているかと思います。ちょっと待ってね、この人を優勝、はい、いけるかな。はい、いいです。はい、では何かあったら、最初にねビフォーアフターでございます。ビフォーとアフターをチェックすることでご自分のボディの変化が分かります。そうすることで継続につながります。なぜならモチベーションがアップするから。モチベーションがアップしないとね、ストレッチはねなかなか続かない。本当に自分が変わりたいっていうモチベーションで、それをちょっと変化することで継続できるんですよ。あ、こんなに変わったみたいなことが分かると明日もやろうってことになります。はい、なのでぜひビフォーアフターをチェックして継続、そして笑顔で行いましょう。はい、ではお揃いでございますでしょうか。はい、おはようございます、花さん。では始めますよ。はい、ではですね、つま先を立てていただいて、ちょっと待って、これいいですが見えるかな。いいです、いいです。あ、見えるかな。はい、いいです。はい、ではつま先を立てていただいて、両方の手を前です。今日のボディのチェックです。前屈です。今日シスターだいぶ深いよこれ。今日ねデスクワークしながらだいぶ足裏ねずっと踏んでました、ボールを。そうする、立ってスタンディングですので、ね、やってるともうすでにこんだけ焦げてます。はい、では左足、あと両方のお膝の裏も今日はちょっとね下がってるな。膝裏の隙間、それからももの張り、ももの張りもちょっと伸びてるの今日は。はい、ということをちょっとチェックしておいていただいて、背中の張り具合とかもチェックしてください。はい、では早速いきましょう。左足さんの上に右足さんを乗っけます。指先を横に開いて縦にグイグイやる、足指グイグイからいきますよ。はい、では愛してる大好きありがとうの言葉を2回言うと8カウントで、もう1回必要な、もう1セット必要な時はシスターがワンモアセットって言ってきますので、そしたらやってください。はい、では声出しながら笑顔でいきましょう。おー、はい、それではいきますよ。
がいいです。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きボディを揺すってね、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、上半身もほぐしてるよ。はい、では指、手と足を5本の指で握手。足の甲を持ったら足、つま先ねじり。これもボディごとですよ。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きつま先、土まず下側、せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きありがとう。はい、足首、くるぶしを持って足振り、せーの、愛してる大好き声出して、愛してる大好き上下、愛してる大好き声出して、愛してる大好きナイス。はい、では土、つま先ねじり、せー、回し、せーの、愛してる大好き、非常に大きくありがとう、これボディ全体で、愛してる大好きありがとう、反対回し、愛してる大好き、肩の力を抜いてね、上半身全部使ってありがとう。はい、では指先取って足振り、くるぶしを持って振ってください。くるぶし下側持っていただいてもいいです。はい、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、足だけ振り、せーの、愛してる大好きありがとう、足だけで振ってます、左右、愛してる大好きありがとう、足つま先がこうゆらゆらゆらってなるような感じ。はい、ではこの足を置いて、ふくらはぎ、右足さんのふくらはぎを下につけて、内側が上になるように、キュウリの足をもみ、体重かけて、せーの、こっちか、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ケッカイさん、膝のちょっと内側のちょっと下、内側のちょっと下、はい、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、内ももさんどうぞ、せーの、愛してる大好き、ももの内側、はい、愛してる、ちょっと痛いですよ、ありがとう、笑顔でね。はい、ではこの後膝さんを両方ひっくり返します。そうするとですね、右足のふくらはぎ外側が出てきました。ここ体重かけます、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。はい、ではお膝さんを立てます。ふくらはぎの裏側さんを親指で押します。せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でどうぞ、ありがとう。はい、膝下ゴリゴリ、グーでグイグイ動かします。このボディ使ってください。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔で、膝上どうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお皿周りどうぞ、愛してる大好きいたたたた、愛してる大好き笑顔でね。はい、お膝さんを伸ばします。ももの上です。はい、肘でも手でもいいです。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔で、はい、やっと出てきました。つま先を膝内側、もも外ブイブイ、せーの、愛してる大好き痛いありがとう、痛い、愛してる大好きありがとう、もう一度、ここついたね、大好きありがとう、愛してる痛い痛いですね、ナイスです。はい、ではそしたらさらにほぐすんですが、左のくるぶしさんを右のももの横に当ててしごく、くるぶししごき、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエット、愛してる大好きありがとう , 笑っちゃうぐらい痛い、はい、いいですよ。はい、では下ろします。では、お膝を立てて、ももの裏をゆさゆさします。ぐさっと刺してゆさゆさ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。はい、では内側です。内もも、愛してる大好き、内ももゆさゆさ、愛してる大好き、今度外ももゆさゆさ、外ももありがとう、愛してる大好きありがとう、膝裏ぐいぐい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝下ブラブラ持ち上げてブラブラ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。ちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね、笑顔重要ね。はい、これはい、ではこの
ろにして、マーメイド、右足さんが後ろ、左足さんが前でございます。左の腰骨のところをぐいっと体重をかけてぐいぐいほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ここもワンモアセット、はい、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。背筋を伸ばします。右のお尻さん、骨盤転がし、左手さんも左のお膝の外、右のお尻さんで骨盤転がします。後ろから、せーの、愛してる、大好き、盛大に、愛してる、大好き、ワンモアエイト、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でどうぞ、ありがとう、ナイス。この笑顔ね、重要。はい、では背筋を伸ばして、右手さんを右の腰の横、違った、左手さんを左の腰の横、右手さん腰、肘、肩、ボディをまっすぐ伸ばして、骨盤ねじ、腰と肘と肩もしっかり回してください。いきましょう、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、背筋を伸ばして、ワンモアエイト、はい、愛してる、大好き、胸張って、愛してる、大好き、ナイス、いいです。はい、丸ください、いいですのポーズ、いいです。はい、ここで右足さん終了、あっという間でございます、ナイスです。はい、ではチェックタイム、右足さんを前に伸ばして、両足前に伸ばして、右手さんを上げたら、つま先どの辺でしょうか。はい、シスターだいぶ行きました。もともと今日ほぐれてたけどね、うん、いいです。はい、左足さん、はい、膝の裏さんも、右膝さんが落ちて、も右ももさんがビロンと伸びてまいりました。はい、左足さんの膝裏はまだちょっと。さあ、ということで片足終了。ここまで頑張った自分とみんなに拍手、いいです、パチパチパチ、はい、はい、ありがとうございます。ではですね、水分取ってください。ちょっと休憩が入ります。さあ、水分取って、ボディの変化とかね、感じたらコメント欄お書きいただければと思います。あの、スルーですね、流す説明はですね、毎日1ポイントずつ説明をさせていただいております。それが冒頭に入ります。なので、ちょっとあのやってる最中分かんないところがあったら、ちょっと見返して、前の放送のね、冒頭を見返していただくと、その前のことをやってますので、それで習っていただければいいかなと思います。はい、右足伸びましたね。はい、 OK です。ありがとうございます。花さん、あの、本当ね、継続は力でございますよ。継続することが、継続することで、あの、本当に人生が変わります。丸ポーズを作ってみました。はい、では左足さん、早速行ってみましょう。左足さん、行ってみよう。おー、いいですか。はい、では左足さんを前に出して、まずチェックタイム、伸びしろたっぷりをこちら側に移動いたします。見えるようにね、こう伸びしろたっぷりな自分を信じていくことが重要。信じるためにはね、言っとけばいいんですよ。言葉だけ言っとく、信じてなくても言葉だけ言っとくと、そっち側に脳みそさんが移動してきますから。はい、では両足を出したら、左手さん、自分の伸びしろたっぷりっすっていうことが重要だね。はい、では右足さん、ね、違いがあります。はい、では左足さんです。右足さんの上に左足さんを乗っけて、指先を横に開いて、グイグイからいきます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、熱くなってきたよ。愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、手と足握手、ぐさっと足の甲を持って、つま先ねじり、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、土踏まず下側持って、愛してる、大好き、ねじってますよ、愛してる、大好き、足先ねじったら、くるぶしを持って足振り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、緩めて上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではつま先回し、愛してる、大好き、笑顔でボディごと、愛してる、大好き、反対回し、はい、愛してる、大好き、ありがとう、ボディも使って、愛してる、大好き、ナイス。はい、くるぶしを持って足振り、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。
足だけ振りいきましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、ではチャレンジコーナー出てきました。背筋を伸ばしてボディを V に倒します。はい、お膝を上げて足手を離して両手両足振り、どうぞ。愛してる大好きありがとう、盛大に愛してる大好き、ワンモイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。では最後チョキのポーズでキープ。だいぶシスターできてきました。はい、そのままイーデスポーズ。はい、できてます、いいです。腹筋使ってます。いや、一気に熱くなってきた、ふくらはぎ。はい、左足下の方が今日寒いかなと思ってちょっと厚着しちゃいました。はい、そしてもう暑い。はい、左足下のふくらはぎを置いて体重かけていきます。キュウリの正面、せーの、愛してる大、汗かきます、ありがとう、愛してる大好き、結界さんどうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してるボディごと体重のっけてありがとう、内ももさん愛してる大好きありがとう、本当愛してる大、汗かいた。はい、ではお膝さんひっくり返して、ふくらはぎ、左足ふくらはぎさんの外側さんどうぞ、愛してる大好きワンダホーありがとう、愛してる大好き継続は力だ、2。はい、で膝を立てて、ふくらはぎ裏側さん、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう、膝裏ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝下だったありがとう、膝上ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、お皿周りゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ちょっとここでさ、もも裏グイグイいっちゃおうかな、愛してる大好き、ここ膝立ててるからもも裏グイグイ、ちょっと順番変わった。はい、もも内リサイさん、愛してる大好きありがとう、いいと思うよね、愛してる大好き、もも外ユサユさん、愛してる大好きありがとう、愛してる、いやでもあれかな、膝裏グイグイ、愛してる、また検討します。愛してる大好き、膝下ブラブラ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、でここでもも伸ばして、もも上グイグイ、愛してる大好き、この流れいいかも、愛してる大好き、はい、土つま先を膝内側、もも外ぐいぐい、愛してる大好きありがとう、あ、いいと思うな、ありがとう、ももいと、愛してる大好きありがとう、ちょっとずつ改善、愛してる大好きありがとう、はい、左、右足をくるぶしに乗っけて、くるぶししごきどうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらしてんじゃない、ワンモイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、で右足を下ろしたら左足を後ろに畳めばいいじゃん、いいですね、いいです、これでいいです。はい、ではいいと思いますけど、はい、こ左の腰骨体重かけてグイグイ、せーの、愛してる大好き、いいと思うけど、またさ、順番に慣れがあるからまた間違えるんだよね、きっとね、愛してる大好き、ワンモイト、はい、愛してる大好きありがとう、ナイス、いいです。はい、背筋を伸ばして骨盤転がし、右手さん右のお膝さん、左手さん腰です、後ろから、せーの、愛してる大好きありがとう、既に愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、背筋を伸ばして骨盤ねじり、右手は右の腰の横、はい、腰と肘と肩回します、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモエット、愛してる大好き、背筋を伸ばして、愛してる大好きナイス、いいです。さあ、ここで両足骨盤転がし、はい、マットを畳む方は畳んで、畳むっていうか重ねる方は重ねてください。座骨さん、お尻の下の骨のね、座骨さんを守ります。背筋を伸ばして、足は肩幅、背筋を伸ばして、骨盤丸くするのと、前にまっすぐ伸ばして倒すのと、いきます、せーの、愛してる大好きありがとう、盛大に愛してる大好き、シスターの沖原さん直った、わも愛してる大好き、沖原さん直ってよかったな、愛してる大好きナイス。背筋を伸ばして、骨盤をその場でクイックです、これが最後、せーの、愛してる大好き、あ、
はい、V で背筋のも伸ばして、ボディはねじっております。はあ、いいです、はい、頑張った自分とみんなに拍手。この V のバランスでね、日々ちょっとずつできてくるのが分かると思います。はい、では、先生、チェックタイム。左手さん。いいです。右手さん。はい、お膝の下の隙間。お膝さんも落ちましたし、ももも伸びました。ももの上がちょっと今日は張っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。水分とってください。今日の変化がね、あったらまた。ご記入いただければと思います。ちょっとずつ本当に変わってくるからね、ぜひ一緒に続けましょう。はい、ということでシスターの告知さんは、さあもう来週の土曜日に迫ってまいりました、ひろみのひのちイーデスビデオ上映会ボリューム1、私のですね東京マイム研究所に2でパントマイムを並木孝先生のところで学んでおりまして、その映像をですねお見せして、ちょっとトークも交えてその私のまあ可愛い姿をご覧いただければと思います。ちょっと前の話ですけどね。はい、では3月26日土曜日14時と18時、はい、概要欄なんかこれ貼っていけるように、QR コードだけじゃなく貼れるようにねしていきたいと思います。後で載せておきます。はい、さあということで楽しみですね。すっきりしました、花さん。よかったです。ありがとうございます。シュシュ。これシスター今ね、編集作業、今日もね、やっておりますけれども。まあ、楽しいです。楽しいっていうか、笑えるっていうか、すごいなと思って。楽しみにしておいてください。はい、ということで、今日もね、素晴らしい、金曜日、フライデーをお過ごしください。はい、今日もご参加ありがとうございました。あとは、もうちょっとしたら、来週のスケジュールもね、アップさせていただきます。来週はね、もうね、月曜以外は毎日できますので、金曜日まで。時間も9時です、全部。はい、ぜひご参加ください。はい、ということで、今日もワンダフォーな一日をお過ごしください。Have a nice day! じゃあ、バイバイ、ありがとうございました。See you!